里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、お宝鑑定団やってほしいです。私鑑定していいんですか？はい。里崎さんのお宝を私が鑑定する。鑑定してほしいです。これがどんなにすごいのかっていう。わかりました。でも袴田さんに縁のある方もいますから。お、誰だろう。はい、はい、まずはですね、はい、じゃあ縁のある方からいきます。はい、そうします。まあでもこれどうなのかなっていうのからいきますね。あ、じゃあ、はい、はい、じゃあ遠いところですか。はい、はい、これです。じゃん。え、待って、誰だろう。 あ、これマリーンズですね。はい、ロッテユニフォームなんですけど。はい、かっこいい。これボビーバレンタイン。おお、バレンタイン。サインです。あ、すごい。え、なんかサイン長くないですか。これメッセージも書いてくれてるんで、僕にね。佐藤。はい、そう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 。センキュー、はい、グッドラック。はい、これボビーのサインですよ。あ、そうか。で、カタカナでボビーって書いてますね。そう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 。2009年10月、ね、6日。はい、これ辞めるときに監督室行って、ボビーユニフォームくれっちって。はい、え、自分で言ったんですか、くれ。はい、くれるもんなんですか。はい、でも佐藤もちょっとホームとかいっぱいなくなっちゃったから、これしかないけどいいって言われて、はい、全然いいっつって、はい、もらいました、ボビーユニフォーム。え、それ英語で喋ってんですか、ボビーはね。はい、そうそうそう。すごい。え、これ本当に着てたやつ。そうそう、本当に着てたやつ。これ本物のここに入ってる。これが付いてるのが本物なんですよ。あ、すごい。はい、2009年ね、バレンタイン、はい、ロッテバレンタイン。はい、え、なんかユニフォームの質がなんか、はいはい、え、選手もこうでした。そうです、そうです。え、すごい。なんか、なんて言うんでしょう、ボコボコしてるというか、はい、グラデーションね。グラデーションの、はい、わ、かっこいい。これです、ボビー。お宝ですね。はい、いくらですか。はぁ、じゃあ私そのオークションとか見ないんで価値がわかんないんですよ。これでもね、はい、これ見て価値言ってほしいですよね、いくらなのかね。言ってほしいですね。ボビーも最後の年、2009年。え、じゃあ、あ、分かっ、うわー、難しい。私、じゃあ30万円。高い？安い？分かんないです。全然分かんないんです。じゃあ次がですね。はい、じゃあメジャーリーガー。わー、アトランタブレーブス。私メジャーそんな詳しくないですよ。はい、はい、詳しくないですか。詳しくないです。でもこの人は、はい、ジョーンズ、アンドリュー・ジョーンズ。ジョーンズ、AJ ですよ。あの、一番好きなメジャーリーガーですから。そうですか。はい、ね、だって優勝メンバーですから。そうです、楽天のジョーンズがいたから優勝した。3入り。すごい。25番。これ着てたやつですか。着てたやつ、これ本物っすよ、着てたやつ。めっちゃすごい。ちゃんとワッペンも入ってる。本当だ、メジャーリーガーの。いや、なんか本物です。分厚いし、結構厚いでしょ。厚いですね。え、なんでもらったんですか。え、2006年の日米野球に来た時に、へー、僕その時、はい、僕メジャーの選手のことを全然知らなくて、はい、誰が有名かも全く分かんなかったんで、はい、でもアンドリュー・ジョーンズ、はい、その日米野球のパンフレットに見開きで載ってたんですよ。おーで、はい、あの、よく知ってる人に、はい、このパンフレットに載ってるやつで、はい、一番有名なやつ誰やっつって。なんかいやらしいな。そしたら、はい、AJ やっつって、はい、こう、なんか9年連続ダイヤモンドグラブ賞がなんか取ってて、はい、これも一番スーパースターやっつって、はい、じゃあもらおうっつってもらいました。え、でもくれって言ってそんな面識もないわけですよね。全くないですよ。くれるんですか。もらい方があるんですよ。はい、まあ、日米野球6戦ぐらい戦ったんですけど、はい、まあ、全部福岡、あ、最後は福岡ドームだったんですよ。はい、チームメイト小林弘之とかも選ばれて、弘之、はい、がアローヨっていう、はい、あのピッチャーがいるんですけど、うん、アローヨがもう大好きなんだと、はい、だからアローヨのユニフォームが欲しいと、はい、そうなん、じゃあもらいに行こうぜって言って、はい、あの、じゃあ お前あの、ひろゆき自分のユニフォームとかグッズ、うん、持っていこうって言って、はい、で僕もそのあげてもいいユニフォームとかグッズ全部持って、はい、うん、はい、で、あの、福岡ドームの一塁側のベンチから球場内を突っ切って、はい、相手のロッカーまで入っていって、三塁側の試合終わってすぐに、はい、で入っていって自分のユニフォーム持って、はい、You uniform change change please change you know。で、はい、幸いなことに僕、はい、2006年って WBC があった年で、その時にアメリカで活躍して世界一にもなってたんで、はい、まあ、そこそこ名前も知ってくれてたっていうラッキーもあったんですけど、はい、あ、ユニフォームチェンジチェンジプリーズって言って全員にもらってきました。はい、もう全員、はい、持ってたグッズね、はい、欲しい人にどんどん言っていって、はい、持ってたグッズがなくなるまで全員に。え、じゃあその時のアメリカの選手、はい、あ、アメリカじゃないか、あ、メジャーリーガーの、ね、メジャーリーガーの、はい、はい、うん、え、もっといっぱいあるってことですか。あります、あります。アトランタ・ブレーブス、はい、え、これも
アンドリュー・ジョーンズ。ちょっとなんかずるい、贅沢すぎる。こんなジョーンズの2枚ですか、2枚持ってるんです、はい、ホーム、ホーム&ビーチだ。両方くれたんですか、はい、うわー優しいし、いいなすごい。これしかもあのそのままだからちょっと汚いでしょ。汚い、ちょっと汚れてますね。汚れてるでしょ、はい、試合で使ってたやつなんですよ。うーわー贅沢、すごい。まあまあ里崎さんだからもらえるっていうことですよね。でその時も、はい、その DNA 吉村とか、はい、DNA の選手とか、はい、その時横浜かの選手とか他の選手たちも、はい、でサスさんどこ行くんですかって結構言われたんですよ、はい、いやちょっとあっちのベンチに、あっちのロッカーに行ってさ、はい、あのちょっともらグッズもらおうと思ってって言って、はい、いいんですかって言われたんですよ、はい、いいですかってダメなのって言ってもうそういう概念じゃないですかねダメって言われてないから別にいいじゃんっていう、うん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 、大丈夫だ、そんなもう一生にもう一回もう会わへんねんからって言って、うん、しかもそんなの忘れられてるよって言って、はい、そんなもんもらえる時にもらえなきゃあれだし、別にもらえなかったも大したことじゃないから、はい、そんなもん行った方がいいやんって言って、はい、大丈夫なんですか、大丈夫とかどうかじゃないねんって言って、うん、で、ひろき行こうぜって言って、いいんですか、行こうよ行こうよって言って、でもひろきなんか、ひろきがさっさなんか言ってます、もういいよ、もうそのこっちも時間ねえからもうほっとけほっとけって、二人で行こうぜって言って、はい、で、二人で行ってこんだけ持ってきて、で、待ってて、さっさもらえたんですか、もらえたよ、行ってくればいいじゃん、まだいるよってでひろきも、ひろきもあれもらえたら、もらいましたって言ってて、はい、うわいいですね。だからあのロッカー普通にどこどこ入っていって、着替えてるところ、あの有名、もうもらえそうなやつを嗅覚で、はい、もうお前いくらですか、ジョーンズだからな、ジョーンズだから1枚1枚100万円ほんまっすか、じゃあいいですよ払いません払いません、はい、払いません、いいですよ、はい、これです、はい、ミネソタツインズ。おお、誰ですかね、ネイさんっていう、ネイさん守護神、へえ、あの持つ、あの、はい、勤めた超一流メジャーリーガーです、はい、あーそうなんですね、クローザーです、はい、サイン入りです。私あんま知らないんで、はい、これはね僕がね、はい、打ったんですよ福岡ドームで。そうなんですか、あの逆転のタイムリーツーベースになるところが、はい、まさかのあのフィールドシートに入って、はい、ランナーが止まるっていう、へいい球投げてますよ。あの本当に私わかんないんですけど、うん、ジョーンズとかと比べたら選手としてはどんな感じですか。全超一流です、超一流ですか、全然超一流です。じゃあ日本球界には例えにくいですよ、日本球界に例えたら誰ですか今の。え、日本球界ちょっと待ってください、調べますね、はい、僕もそんなにね詳しくないです。あ、そうなんですね。377セーブっすよ、うわすごい。日本球界で言ったらもう、はい、あの岩瀬さんとか、はい、ダイヤマジン佐々木さんとか、はい、クラスですよ、ね、あ、もうじゃあもうトップ選手ですね本当にね、はい、だって史上5人目の通算100セーブだって、もっとこれはすごいですよ、すごいですね、スーパースターですね、はい、バットです、はい、これホワイトソックスのダイっていう選手なんですけど、ダイ、はい、僕も全然分かんなかったんですけど、はい、あのこれを交換したのは、はい、僕が使ってたマスコットバットが練習で使ってて、はい、その通訳の人に佐藤、あのメジャーの選手が佐藤が使ってるあのバットのカラーリングが、はい、あの綺麗だから、はい、それと俺のバット交換してほしいどんなカラーリングだったんですか。いや、なんかやっぱり綺麗なカラーリングだったんですけどあので、それで交換して代わりにこのバットくれたんですけど、これ鑑定難しいですね。そう、本物の鑑定さんの人ですよ、これです。お、何ですかこれ。え、これ誰ですか。これはね、あの15って書いてます。ファーカルっていうね、ドジャースだったと思うんですけど、はい、あの通るようです。へえ、ドジャースカラーなんですね。はい、ここにサインがあります。でもほんと履いてた証がすごいですね、汚れてますね。これも僕が履いてたスパイクのカラーリングがそのかっこいいからって言って、はい、あのスパイクくれって言われたんですよ、はい、で、じゃあお前のスパイクと書いてあるって言ってで、あのこうやってあのおーいって呼んで、はい、これはいスパイクって言ってあげたら、はい、あの通るようですで、あの周りの人に佐藤お前すごいな、一流のメジャーリーガー、はい、おーいって呼べるやつなかなかいないぞって言っておーいって言ったんですかおーい、じゃあ練習してたんですよ、はい、セカンドで、はい、おーいって言って、はい、で呼んで、はいって言って、あの後でちょうだいねって言って後でくれました、はい、わーすごい、盗塁用のスパイクですよ、すごいでしょ、すごい。次、その里崎さんのなんかもうフレンドリー感というか、うん、なんか物おじしない感じがすごいですよね。バットです、はい、ジョー・マウアー、イチローさんから首位打者を奪ったキャッチャーで首位打者です、スーパースターです。キャッチ
チャーで首位打者ってすごいですね。サイン入りのバットですよ、しかも使ってた。もうなんか使い古した感がすごいですね、これ。これももうがっつりロッカー入っていってくれっちって。マウアはユニフォームが欲しかったのね、はい、でのあのユニフォームくれって言ったら、はい、ユニフォームがなあの上げれるのがないって言われて、はい、じゃあもうそのバットでいいわっちって待って、ずうずうしくないですか？ずうずうしい、もうそれでよっていう、うん、それです、そんだけです。あ、こんだけ、はい、いやすごい、すごくないですか？すごいです。 あとまあちなみに、はい、まあ、あの僕のユニフォームのオリンピック、はい、北京オリンピック代表の時のユニフォームと、はい、WBC の時のユニフォームがあります。あ、すごい。え、こっち22って入ってますね。はい、両方22。へえ、これもかなりお宝ですよ。はい、これはまあね、どうでもいいって僕の感じです。いやこれ総額めっちゃいきますよね。えいきますよ。どれぐらいすごいのか分かんないですけど、はい、あのまあもらい方としては、はい、あのもらいずけずけいった方がいいんですよ。まあまあもうそれしか合わないんだから、うん、もう言うのはただですからね。そうもらえたらラッキーぐらいの感じで。もらえなくても大したことないんですよ。はい、もらえたらラッキーじゃないですか。はい、っていうところで自分の荷物を持って、あの相手のロッカーまで入っていって、ズケズケと、はい、チェンジプリーズ。おー、え、ね、まあ、言語は総額ですよ。はい、欲しいものがあったらね、どんどん言った方がいいですよ。そうですね、はい、じゃあこの総額の発表をします。はい、これ全部含めて500万。あ、じゃあえ、じゃあこれ視聴者プレゼントしますか？なんで見てくださってる方にメモしようということで、はい、あの募集は受け付けてませんけど、はい、あ、皆さんもね、いろんなものにチャレンジしてみてください。はい。